はい、どうも皆さん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。ハルです。今回も、チームデスマッチはノラでやっていきたいと思います。前回は散々でしたんで、今回は、挽回できるように 行きたいと思います。タイプ95は、エイム上手い人は強いって言うかもしれないけど、エイム下手な人にとってはね、全然そんなことないっす。一発当たったらほぼ倒れるんだろうけども、それだったらね、スナイパーライフルの方が強い。一発で終わるから。どっちも一発で終わるから。いかんの。こっち側には寄ってきてないのかな。全部向こう側かな。いたいた。どこにいた？多分ヘリのとこだとは思うけど。どこにいる？わあ、そこにいた。連続で倒してる。嘘、こっちが早かったはずだ。外したか。爆撃機。いや、えらくなんか現実的なドラえもんだな。ドラえもん、ジャイアンがまたいじめるんだ。よし、そういうことは任せてよ。ステルス爆撃機。いや、それひどいよ。死ぬじゃん。死ぬほど懲らしめたいって言ったから、死ぬように仕向けはす、おい、死ぬように仕向けた。
イエイ。あ、しまった。下向いてた。から来る。どこだ？こっちにもいないかな？カウンター。あー、多分一回死なんといかな、これ。ああ、終わったー。でもあんま変わんないな。変わりません。武器強くて強いという武器でも、使い慣れた武器でもどっちも変わりません。はい、ということで、使うのは、強い弱いは、その人の腕次第ということになります。はい、ということで、今回は、実証できましたね。はい、それでは、今回はここまでで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。